はいこんにちは心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー幼いでございます、えー、この動画は弊社の心理学概論勉強会という講座の内容を毎回5分程度で少しずつお話しするものです心理学の各種試験の対策や教養のためなどにお役立てくださいよろしくお願いいたしますということでえっ、ー、と本日は恥の文化ということなんですけども最初に申し上げておくとあのー、厳密には心理学ではないですね えなんですが、まあ、恥とか、えー、その辺の話なんですが、まあ、基礎的な部分としてです、ね、恥っていうのは他者の視点を取り入れて事故に,に対する評価を行うことから生じる社会的感情みたいな定義のされ方が一般的にはされています。 他者の視点を取り入れて自分のことを評価しようとした際に生じるような感情だと。で、えー、その評価がつまり他者からの他者目線での自分への評価が低いと自分で感じた際に、えー、感じた状況でその恥の意識が生じるんだというような説明がされています。そしてですね、まあ、この文脈でよく語られるのが、えー、心理学者じゃないですけど文化人類学者なんだと思いますけどルース